サイバー戦争とは、インターネット及びコンピュータ上で行われる戦争行為のことである。クラッカー等の集団や国家によって組織されたサイバー軍及び情報機関により敵対する国家、企業、集団、個人等を攻撃する。攻撃の内容は、軍事、行政や民間の経済、インフラストラクチャーにおける情報システムの機能停止や不正操作。 情報の摂取など幅広い。かつてはサイエンスフィクションにおける架空の産物であったが技術の進歩により現実のものとなっている。サイバー戦争ウイルスシャムーン2012年 IT 決済システムなくしてガソリンなし企業間の技術革新競争国家の利権や領土問題の国民感情がサイバー戦争の原因になることが多い。主に想定される 敵やその他の第三者が管理するサーバー及びコンピュータを目標とする。敵の場合には侵入、情報、企業のイントラネットに不正アクセスして技術情報や意思決定等のデータを収集、サービスの停止、もしくは破壊が行われる。第三者の場合には他のコンピュータを攻撃するための踏み台として侵入、乗っ取り、バックドアの設置、攻撃拠点としてのプログラム、 ウイルス、ワームの設置を行う。抗議には、利益誘導、世論形成、先導を目的とするインターネットを使用した、プロパガンダを含む。アメリカのセキュリティ企業、ファイアアイ社によると、サイバー攻撃は安上がりであるため、60カ国が専門部隊を運用している。陸上自衛隊通信学校の田中達治、元校長は、各国のサイバー部隊の実力トップ5、アメリカ、 中国、ロシア、イスラエル、北朝鮮の順と評価している。アメリカでは2005年3月にサイバー戦争用の部隊であるアメリカサイバー軍を組織したことを公表した。また2011年6月にはロバート・ゲイツ国防長官が外国政府によるサイバー攻撃を戦争行為とみなすとする方針を表明している。ベルギーに置かれた情報通信局が北。 大西洋条約機構とその加盟国に対するサイバー攻撃を監視している。自前のサイバー防衛力が弱い東欧諸国などが攻撃された場合、48時間以内に即応チームを派遣する体制をとっている2011年5月25日、中国国防省の報道官は定例記者会見において、関東省公衆軍区のサイバー軍に関する質問を受け、その存在を認めた。 ロシアでは、ロシア連邦軍参謀本部情報総局のほか、ロシア連邦保安庁などが、サイバー戦に従事している。また、ロシア政府に近いとされる企業、インターネット、リサーチエージェンシーによる SNS を用いた、世論操作も行われ、クリミア半島侵略や、アメリカ合衆国大統領選挙への干渉などが、具体例として挙げられる。イスラエルでは、 国防軍参謀本部情報局参加の8200部隊がサイバー戦の主力となっている。北朝鮮サイバー軍は約7000人規模と推測されている。日本では2014年3月26日、防衛省自衛隊にサイバー防衛隊が新編された。ありがとうございます。